どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、ポイントサイトの案件をね一つ紹介していきたいなと思います。ポイントサイトね、 EC ナビでレンデックスっていうこちらね投資会社の、口座開設案件なんですけども、これがねあの FX とかまあ証券会社とかね案件ってまあポイントサイトにすごいたくさんあるんですけども、まあ、本来これって入金してまあ取引してまあポイントもらえるみたいな案件がまあほとんどで、でまあ最低でも1回以上、まあ多いところ本当にね、何百回とかまでまあ FX とかだとあるんですけども、このレンデックスの案件はですね口座開設するだけなんですよね。口座開設するだけで5000円分のポイントがね、まあ、もらえるっていう案件なんですよね。で、あの本日はですね、こちら実際に私がやってね、まあ、それも踏まえてね、まあ、解説していきたいなと思うんですけども、あのね、案件自体すごい簡単なんですよ。10分かかるかかかんないかぐらいでね、まあ、終わると思うんですよね。まあ、5分から10分ぐらいで、まあ、終わると思うんですよね。まあ、あの今回のこのポイントサイトは、EC ナビで、まあ、5000円分のポイントっていうことで、まあ、最高ポイントが出ております。で、まあ、EC ナビだとですね、今現時点はね、あの東急ルート開通してないので、もしね ANA マイルにね、すぐ買いたいっていう方用にですね、他のポイントサイトで調べるとハピタスだと、まあ、4550円分のポイントでね、出ておりますので、 EC ナビがねまだ東急ルートにね、まあ、開通しておりませんけども、まあ、個人的にはね、まあ、遅かれ早かれ開通するだろうなっていうふうに思ってまして、あんまり気にしてないんですけど、もしね、ポイントが下がっても、他のポイントサイトがいいっていう方はね、ハピタスをまあ利用するようにしていただけたらなと思います。で、こちらね、口座開設して、すべての手続きが終わると、まあ、はがきが到着するんですよね。まあ、そちらのコードをアカウントでね、まあ、入力すると、口座開設がまあ初めて完了するみたいな感じで、ポイントがもらえるっていう案件になってるんですよね。で、実際にやった感じだとですね、ポイントサイトからまあ経由して、必要なのは身分証明書、まあ、免許証とかね、マイナンバーとかね、マイナンバーカードの方ですね、写真が入ってる方ですね、まあ、必要だったりとか、プラスして、マイナンバーの、番号が必要です。まあ、これね、今ね、FX と株系の会社ね、まあ、絶対もう必要になってるんですよね。それと、銀行口座の、書類、まあ、キャッシュカードとかね、まあ、そういうものが、社メールでね、まあ、添付するっていう感じなんですよね。まあ、そうすることによって、アカウントが完了して、まあ、はがき到着待ってくださいみたいなね、メールが届きます。まあ、それを、待って、で、入力して、それでポイント完了、案件完了っていう感じでね終わるんですけども、まあ、これでね5000円分のポイントがもらえるんですよ。ちょっとやってみたいなっていう方はね、コミュニティ欄でも私つぶやかしていただいたんですけども、いやね、積極的に狙っていただきたいですね。いや、こんな簡単にね5000円分のポイントをばらまいてくれるっていうね案件なかなかありませんので、まあ、ぜひね積極的に狙っていただけたらなと思います。本当にね、この案件紹介しようと思って、まあ、動画撮ってるんですけども、あまりにもね、簡単なんですよね。うん。話すことね、ないんです。紹介自体はね、もう本当にこれで終わってしまって、口座開設だけでね、まあ、完了してしまいますんで、すごい非常に簡単なんですよね。うん。すいませんね、こんな動画で。今回の動画はね、ポイントサイトのね、レンデックスの、口座開設案件ね、紹介させていただきましたけども、いやね、本当にこんな簡単に5000円分ばらまいてくれるってはね、かなりありがたいんでね、うん。ひとまず、口座開設ね、していただいて、ポイントね、獲得していただいた後はね、まあ、どうするかはね、それ人それぞれね、考え方あると思いますんで、その後はね、まあ、ご自身の好きなようにしていただけたらなと思いますからね。まあ、これね、口座開設だけなんで、FX とか、そういう案件とかって、基本的にね、1回以上取引絶対必要じゃないですか。ですけども、こちらはね、本当に、口座開設だけですので、ちょっとやってみたいなっていう方はね、ぜひ積極的に狙っていただけたらなと思います。この動画ダメだな。
それではね、今回の動画は本当にね短くなってしまって申し訳ないんですけども、こんな感じでね、今回の動画は終わりたいと思います。この動画ね役に立った方、いいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますんで、フォローとチェックしていただければとても嬉しいです。それではね、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。